はい、皆さんこんにちは、ガブママです。今日はね、白原さんどこ来ました。これ L、 これウリちょっとですね、汚い顔してます。うちはですね、どっちかというと、ペレットとかはあんまりあげてないっていうか、まあたまにあげますけど、ペレットがおやつ代わりみたいな感じです。で、ここはですね、お水毎日取り替えます。夏はまああんまりね、うちの子たちやっぱり果物から水分取るんで、あんまり水飲まないんですよね。でもやっぱり汚れるから毎日取り替えて、夏場は2回ぐらい取り替えてるかな。全然ね。それとこれが普通のシード系ですね。これね、ひまわりとか、あと何かな、大型の餌も入ってます。ガブさんの餌。それとここ、ナッツ類。あと、よく人間が食べる。とか、あとビスケットですね。ここに入ります。これはおやつのおやつ。これもほぼいたずらして落としたりですね、いろいろなんですけど、まあちょっとうちのエル君はですね、この子ね、エルね、好きですよ。ちょっと匂いがね、やっぱりバニラエッセンスかなんか入ってて、すごい甘い匂いして、で成分表を見ると、特に最初ね、なんかチョコレート入ってるのかなっていうぐらい甘い匂いがしたんで、いやこれはあげられないななんて思ったんだけど、全くチョコレート入ってなくて、あ、これだったら多分すごい喜んで食べるなと思って、だですね、案の定ですね、すっごい喜んで食べてます。で、大豆とか豆類が入ってるんで、タンパク質ね、だから喜んで食べてるしいいかなと思って、本当おやつがてらにやってます。で、今食べて黄色いのを持ってたのが台湾バナナですね。これは飼い主の、あれですけど、今日のね、今日のメニューですね、人参、黄身、卵の黄身ですね。それと冷凍のブルーベリーにレモンにオレンジ、ブドウ、あと何入ってたっけ、なんかね、いろいろ入ってます。その時のフルーツのあるないで料理が決まるんですけど、最近ですね、このマイブーム、レモンが結構好きで食べますね、この子たち。まあね、結局は木になってる果実なんで、まあ食べてもおかしくないですね。まあそれと黄身と、まあ人参をですね、まあ混ぜて、あとパプリカも入ってますね。もうだから夏の今頃ね、出てきて安くなってきたお野菜とか、果物はね、ほらグラノーバ食べてますよ。グラノーバ食べてる人ちょっとマジ引くわーとか言わないでねマジ引くわーって。でも鳥のほんとね、鳥ちゃんのね、まあちょっとね違うのもいろいろ入ってるけど、お醤油とかさ、だけど、基本がね、大豆麦、フレック、あと大豆とかきな粉とかですね、黒蜜、豆乳、あとビタミン類は大した変わんないんで、まあ、ちょっと醤油が入ってるっていうのがね、まあでもまあまあほんのちょっとだと思うんで、まあこれで、すごいの、黒大豆でしょ、黄色い大豆でしょ、青大豆とね、いろいろ入ってんの。やっぱりこの、なんていうのかな、タンパク質がすごいね、脂質もそうだけど、タンパク質がすごい取れるので、いいかなと思ってあげてます。やっぱりね、タンパク質ってとっても大事なんですね。まあ人間もね、やっぱり大事なんだけど、鳥ちゃんもタンパク質とやっぱりビタミン A とかですね、この成長期。なんで、たまにね、こうやって黄身と人参ね、混ぜたやつあげてますけど、あんまり食べないんだよね。
やっぱりね、あのね、パイナップルとかブドウとかチキラムね、見てください、2つ目食べてます、パイナップル。そりゃ美味しいですよ、台湾のバナナだもん。あれ、ちょっと待ってよ、もしかしてエルの故郷か、あれどこだったっけ。なぜね、あのここのあの方からは、マンゴーと、玄米あれば育つみたいな結局果実と、まあまあ玄米はあの本当ビタミン E とかね、いろいろ入ってそんなような感じですね。まあちょっとね、こういった向こうの現地の人ってどうなんでしょう、あんまりそういう、いいですよね、果物が周りにいっぱいあるから。はい、そして次ね、いきますか、オチとウーちゃん。はい、水、オチとウーちゃんのご飯です。ね、申し訳ないですけど、これね、横に白いのあるでしょ、左下、これ牛脂が入ってます。これね、なんでかっていうと、まあ食べるか食べないか分かんないけど、食べないかな、あんまり今ね、あんまり本当にご飯あんまり食べないで、一生懸命やっぱりもう放卵してるから、あんまりエネルギーも使わないせいであんまり食べないんですよ。ただこのナッツはよく減りますね、肥満はあまりよりナッツがやっぱり減るかな。さあちょっと卵見せてもらえますか、見せてくれるかな、また怒りますよ、多分うーちゃんのことだから、うーちゃんとおっちのことだから。ちょっとだけよ、はい、初公開です。あー初公開、見えるかい、もうこれでもいいのぐらい2人して、あー半日にし、これ怒ってる時の白原でやめてって言ってるね、おっちごめんね、おい閉めるよ、はいはい、閉める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 、ほらパッタンした、よし、もううーちゃんほらほらほら、もうカメラ攻撃して、はいはい、ごめんね、おっちということは、おっちはですね、その後卵を産んでないので、多分もう卵3つでした。おっちゃん降りて、おっち、おっちは今ですね、そうだな、これ今うーちゃんのブルーベリーを皮2つ上に乗っけて残してますけど、うーちゃんやめて、ちょっと、あーあーって入れないのね、かなりな、この子たちね、今凶暴ですから、うーちゃん入れない、ほら、もう下手したらもうおっちも出てきますから、おっちもこっち出てきて、まあまあいいですよ、自然界だったらこんなのね、あれなんですから。でもね、あのしっかりね、数分したらもう入ってきます、入ってきよ、はい、入ってください、はい、もう入りなさい、あ、あ、あ、卵、あー、赤ちゃん、赤ちゃん、ほら、赤ちゃん赤ちゃん寂しいって言ってる、寒い寒いって言ってる、ほらほら、おっち、おっち、ほらほら、ほらほらほら、かわいい、かわいいなぁ、いい、ここまで来るでしょ、で今度私がですね、こっち来たらですね、もう急ぎですよ、この短い足で、おっちあ、うーちゃん、もう入んなさい、あ、俺、攻撃だ、カメラを攻撃してます、じゃあまた見るかな、シャラまた見るかな、運動だ運動、あ、見るかな、あ、シャラ先生、運動運動、あ、シャラ先生、いいだ、じゃあ見るかな、かわいいかわいい、じゃあ見るかな、かけるかな、かわいい、はい、ごめんごめん、邪魔したね、ということで皆さん、うーちゃんパパとおとちゃんママ、あれ、はい、遊びすぎた、遊びすぎた、私みたいな、ちょっとお尻がですね、なんか大きくてちょっと、ちちなんだけど、うーちゃんは、はい、
うやって今ね、私を委託してますけど、はい、そのうち入ります。もうこれ、その2人でね、あっために入ってきます。それで、あとは私はここは鍵閉めます。なんて言ったらいいのかな、なんか事故あってね、ちょっと待ってね、ちょっと怒っちゃったの、鍵。いや、事故はないと思うんですけど、事故あって親亡くしちゃったらちょっとこう育たないんでね、やっぱり後ろ払ってね、結局パパは、後ろ払のパパはちゃんとね、何もしてないようでお仕事してるんですよ。で、ママがね、卵産むでしょ。そしたらね、パパがその卵とママを守るのに一生懸命警備しながら放卵もします。実はね、パパも放卵するんです。今入っていったと思う、これね。でね、プラス、ママにね、放卵中してるから、ママね、ご飯食べれないでしょ。そしたらね、それをね、一生懸命ご飯食べてね、吐き戻しして、メスにね、ご飯あげてんですよ、こっちに。だからもうね、つがいのね、どっちかかけたらもう、やっぱちょっと大変になっちゃうんで、事故はないとは言い切れないのでね、やっぱり。だからちょっとピントが合わないけど、誰だあれ、ウータロだな、やっぱり。まあそういうことで、まああとね、産卵すれば全部帰ってしまえばね、あとは結構親自由にやってますんで、ひな同士くっついてればあったかいから、よほど寒い時以外はほとんどね、ご飯以外もそうだな、そんな入んないんじゃないかな、白原も。オカメみたいに、どうだったかな、ちょっと1年前だったんで忘れちゃったんですけど、まあ、すいません、ちょっと出てきて。エールは何食べてんの、またパイナップル食べてんの、チキね。今度安いパイナップル買ってきてみるから、食べるから。うちの子たちっていうか、わかんないですけど、やっぱり味の悪いのってあるじゃない、やっぱ果物ですから、その時その時で。リンゴもそうだし、オレンジもそうです。すっごい甘くて美味しい時もあるし、まあ、パイもそうですけど、あんまり関係ないみたいですね。すっごい甘いから、美味しい、人間で言うとね、すっごい美味しいから、これは美味しいだろうと思って食べるかなとかさ、あとこれはもうなんか味の全くないオレンジだわと思って、これは食べないぞと思って、それでも綺麗に食べるんですよ。だからやっぱり人間と味覚が違うんじゃないかなと思います。でこの子たち唐辛子も食べるしね、辛いやつ。やっぱりかなりね、幼児味覚になってるのかね。はい、ウリはね、もうちょっとおっかないことあると、すぐ巣箱に隠れます。かわいいでしょ。あれ、かわいい。あれ、ないだけ、あれ、まあね、すごいでしょ。うちの口、なんていうのかな、これ。木汚れてるんですけど、これ、ね、口拭くんですよ、シュルハラって。まあ、これがなんか縄張りの匂いつけてるっていうまでもいかないので、どうなんでしょうね。まあ、結構これって大事なんですよね。これ洗っちゃうと全然乗らなくなったりしちゃうんで、もうちょっと汚いですけど、まあ、こういう風にして定期的にこの勃興が細くなったら取り替えるんで、あと僕はね、視聴者さんにいただいた牡蠣のトマリンからこれ一寸ね、ちょうど太さの、一応ね、この子エルと、あれどうしたの、メニューしていいのこれ、あれどうしたの、エル無理ウリどうしたのさ、かわいい、メニューするの、メニューするの、メニューするの、はい、おやすみ、はい、おやすみ。もうね、この鍵をね、うっついて開けるんですよ。で出してやろうと思って一生懸命頑張るんだけど、ここでチップしてるから、これ開かない。
この子たち出て、オートちゃんの巣箱の中入ったらもうどうなるかちょっと想像したくないんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとですね、あんまりちょっとそういった野生の生態系がどんな感じなのか私さっぱりちょっとわからないんで、ね、あとヨウムさんとかオキナとかはもうね、一つの木とかにグループ作って、そこでなんていうんですかね、巣とか作ってそこで子育てしたりとかしてますけど、シロハラはね単独っていう風にね聞いてますね。でもズブロがね、あの子たちが、いやズブロは本家本元って言われてるんですよ、このシロハラの。だからグループでね、やっぱりコロニーでズブロはね、あの子たちもそうだっていうから、もしかしたらシロハラもそうなのかも。ちょっとその辺がですね、ちょっと情報がないので教えてください、知ってる方お願いします。うちはですね、フルーツ、ナッツ系が主に、主食で育てています。もうね、この子たちにね、この殻のね、容器を取りに行くようにしてね、新しいご飯をね、このね、トレーにね、乗っけて、持ってくるんだけど、もうウリがね、もう足じたんだ踏むみたいにね、喜ぶの。もうそれがね、もう毎朝見るのが楽しみ。で、おっちおっちでね、ご飯持ってったら出てくるしね。だから、ご飯の時かな、やっぱり、おっちの顔見れるの。したらもう一番先に、今はね、オレンジに、食いつきます。随分好きだね、台湾バナナ。じゃなかった、台湾パイナップル。買ってきた、あれだわ。600何ぼだったんですよ。だけど、まあ、高いけど、なんか、結構食べ出があるから、こんだけ食べてくれたらですね、リンゴの3つで600何ぼの買うより、こっちの方がなんかいいような感じがしますね。リンゴも好きなんだけど、もう最近ちょっとリンゴ高くて、2つで600円ぐらいですかな。そんなのね、ちょっと食べさせられないんでかわいそうだけど。まあ、2つでも時代はしばらくあるんですけども、だけどね、やっぱり。まあ、でもパイの方が栄養ありそうで。繊維質もあるし、糖質もあるし、あとなんかいろんな、なんかパインっていいんじゃないですかね、抗酸化なんとかとかって。でね、あんまりね、その、まあ、栄養のこととかはね、繁殖するときちょっと考えるけども、普段この子たちはとにかく、タンパク質と、ビタミン A、E、もうヒナの場合は、もうそれ強化ですね。あとちょっと楽しく食べれるようにね、なんかいろんなものを入れてあげたり、ほとんど食べますね、好き嫌いなく。かわいい。いやー、この好き嫌いなく食べるっていうのがほんとかわいい。いや、私実はですね、こういう子供の好き嫌いで泣かされたことがない親なんですよ。ほんとうちのね、息子2人もいるんだけど、まあ好き嫌いはあったのかもしれません。でもほぼないと思う。もうほんとね、いやー、好き嫌いでね、苦労なさってるママたちとかパパたち見るとですね、ほんとね、大変だなと思いつつ、うちの子はなんていい子なんだろうって思ってました。それでですね、自慢になっちゃうんですけど、うちの息子ですね、2人とも虫歯一切ないんですよ。治療もないです。だからまるで入れ歯のような歯してるんですよ。で、息子がね、歯医者行って、あ、なんで歯医者行ったのかちょっと忘れちゃったんだけど、いやー、入れ歯なんですねって言われたっていや、普通ね、あんだけ綺麗なね歯を40年、もう40歳だからね、
もうね、維持するにもね、もうほぼ無理。うん、これをね、実はですね、私、子供がちっちゃい時ですね、やっぱ歯は、私歯あんまり丈夫じゃないから苦労したんで、それで、ですね、春、夏休み、冬休みかな、年に2回、フッ素しました。うん、それだけでで、ね、小学校ぐらいからかな、それだけでね、中学校入ってからかな、ちょっと忘れましたけど、それだけで虫歯のない歯になります。皆さん、お子さんいたらですね、年に2回フッ素、フッ素の塗布ね、おすすめします。うん、本当に入れ歯みたいな歯してます。口ハハハハって開けたら入れ歯です入れ歯じゃないですよ、でも、うん、まあ、そういうことでした。じゃあねって、ポテチいっぱいこれから食べてね、お昼寝するんだもんね。ねえ、お昼寝は、中ではしないですね、大体外で、その時によるけど。うん、ユリはすぐもうおっかないことあったら虫箱にシューって隠れるもんね。ウリ、エリは結構ドーンとしてますよ。なんかお迎えした時なんかちょっとなんか頼れないなって感じしたんだけど、全然結構、もしかしたらうーちゃんより肝っ玉座ってるような感じですね。うーちゃんあの子が頭いいのかな、うーちゃんが。ビビリのように見せてビビリじゃないんですよ。なんかビビりそうなんだけどビビリじゃない、うーちゃんは。もしかしてこっちはビビりそう、ビビりじゃなさそうに見えて本物のビビりかもしれませんけど、まあでもですね、もうこの子たちも1年、来年春来たら、2歳かねえ。まあまだ頭黒いうちは、これ冬はねちょっと綺麗になったね、でも頭ちょっと黒いね。まあこの黒いうちはまだまだお子ちゃまです。これが、そしてお腹も黄色いしね、ほら。あ、うん。これが、亡くなってきて、大人になってきたら、そろそろお年頃なんで、ちょっと楽しみですね。では皆さん、今日はお話長くなってしまいました。ごめん。もう私、鳥のこと語らせたら長くなっちゃうから。かわいくてさ、もうね、毎日ご飯作ってさ、めんどくせえっていう時もあるんですよ。いやー、今日果物ないしなーって、買ってこなきゃないしなーと思いながらさ、やっぱりこう果物ってね、長く置いとくとしぼしぼになって美味しくないと思うから、やっぱりね、フレッシュなものをと思って、あれなんだけど、なんかめんどくさくなる時あるんですよ。天気悪いとかさ、雪が降る日とかさ、くそ暑い時とかだけども、この子たちのこういうね、これペレットです。あ、違う、カシュナッツだ。カシュナッツも食べますね。全然ね、うちの子たちも食べ放題にしてるんですけど、全然太んないですね。うん、もうちょっと太ってほしいんだけど、ね、全然なんか普通に育ってますね、普通に。まあそういうことで、ちょっと私止まらなくなるんで、では皆さん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。もしよかったらですね、チャンネル登録、よろしくお願いします。なんか半分寝ながらなんかずいぶんおとなしく食べて、あ、ダメだダメだダメだではまた。